カメラに向かって投げチューとかやつがこんなサービスないですよ。ないぞ。初めて見た。なんかなんですよ、こんなアイちゃんめったにないんだから。なんかなっちゃんの顔あったからとりあえずチューってやるじゃやめてよ、アイ。どういう関係なのこいや、しかしだいぶ溜まったね、粉がね。おー、あ、いい感じだね。なんか3人分引くから結構量があるのか。いや、でもこれ毎朝やってるんだよ。うん、でもこんなにいっぱいは引かない。あの、今日はアイスコーヒー専用の豆なのね。だって自分の回すスピードより倍速ぐらい速い。早っ、ほんとだ。全然違う。私の手だけ、ここだけめっちゃ早いでしょ。すごい、手首柔らかいね。でしょ。ありがとう。早い。そうなの。倍速じゃないですよ、等速ですよ今。すごい。いつもコーヒーなの決まって。あ、もうコーヒーが多いかな。それはご飯を食べ終わった後にコーヒー飲むの。なんかね、コーヒーを飲むのにいい時間ってあるみたいよ。9時って朝がいいのかな、結構。なんかそういういい時間に狙って飲んだりすると、なんかこうカフェインの効果が、おー、あ、いけた。お、来ました。ふう、じゃあついに落とす段階に。そうだね。じゃあ妖精さんにお湯を。あ、すごい、もう妖精さん、先読み力すごいの、うちの妖精さんたち。素晴らしいね。そうなの、もう指示をし、もう指示待ち人間じゃないからね。指示待ち妖精じゃないんですよ、うちの妖精さんは。何言ってんだか分かんなくなっちゃった。なんだよ。来ました来ました、いいね。これ私今すごい感じたんだけど。何？これの分で、うん、この5人分入らない疑惑。え？いや、入るんじゃないですよ。いけるかな。あ、でもいけるか。うん、いけそう。そう、これ500まで。あ、でも微妙だな。あ、でもギリギリならいけるかも。いけるいける。なみなみになっちゃうね。あ、いいですね。このちょろちょろとお湯を出すのがポイントなんですね。この音がいいよね。いいね。ちょろちょろ落ちてくる音。素敵よ。幸せになるよ。いいね。あ、なんかもうこれ、この画角をずっと見ていたい。これすごい幸せな図じゃないですか。こう新婚になってこう愛姫が入れてくれてるみたいな。愛姫。なるほど。そんな感じの。うん、妻って感じが。うん、縦です。そう、いいですね、この、うん、切り取りたいですね、この瞬間。うん、やった。素敵よ。皆さん前よりもね、こっちのこっちがいいです。こっちの角度、こっから見る角度がいいですよ。あ、こっからってことですか。すっごい無茶ぶりじゃない。カメラこっちに持ってきてもらわないといけないから、ね。写真ぐらいしか。大変なこと。でもいいですよ、すごいこの感じ。やった。